交通の要衝上野は東京の北の玄関といわれ、東北北陸への起点として重要な役割を果たしてきた。そして今日、東北新幹線上野駅の誕生によって、その歴史はまた大きく書き換えられようとしている。東北新幹線はまず大宮を起点として開通したが、やがて東京駅まで伸び、上野はその主要駅となる。新幹線上野駅は全長840メートル、地下4階ないし5階となる。飛島建設はその地下駅北部両大石橋から北へ長さ約340メートル、幅員最大40メートルの建設工事を担当することとなった。地表からの深さ最大30メートル、巨大な地下空間を作る工事である。着工昭和53年3月、合同の起工式は国鉄関係者並びに建設会社7社が列席して執り行われた。建設工事は昭和59年まで6年の長期にわたる予定である。飛島建設の工区はとりわけ大きな制約と難しい課題を抱えているところである。第一の課題は、現場が列車の運行を調整するための引き込み線、つまり電流線の真下にあり、その機能を生かしたまま工事を進めなければならない。第二は両大石橋である。橋脚や橋台の支持力を失ってはならない。そのためには従来の基礎から新設する基礎に受け替える工夫が必要である。第三は本線に接していることである。本線側からの土圧と湧水を防ぎながら地下を掘り進める。第4は現場に面する道路が狭く、かつ交通量が多いこと。一般交通を妨げてはならない。そうするとその部分へ、鉄筋屋を入れ込むと。全長340メートルの校区内にはさまざまな課題が横たわっている。それぞれに適した工法を厳選し、全工事を滞りなく推進することが求められている。この工事はその難しさにおいて近来まれなものと言ってよいだろう。その辺検討せねえかんだね。工事は電流線 1,2 番のラインから着手された。全面道路とは電流線3本を隔てている。資材搬入路2箇所のうち1箇所は全面道路から生かしたままの電流線の下をくぐらなければならない。この地下通路の施工にはメッセル工法が用いられた。周囲からの土圧を支え湧水を防ぐためには、全域を取り巻いて連続地中壁を施工することとした。総延長700メートル、深さ35メートルという大規模なものとなる。山側の地中壁は本線にすぐ接するため、列車の通過による影響が考えられ、綿密な振動試験が行われた。
工事はあらゆる局面で危険を予測し万全の手を打って行かなければならない。連続地中壁の工事に入る。地中壁の掘削は BW 工法によって行われた。掘削機先端の刃を回転させ掘削する。幅60センチ、鋼壁が崩れないようベントナイト溶液を満たして循環させながら掘削する。ここでは現場に資材のストックや加工のスペースが取れない。したがって鉄筋や鉄骨は別の場所で加工し、必要な時に合わせて輸送してくる。一般交通への配慮には大層気を使った。電流線下の通路を通して現場に搬入される。本線に接しているためここでは一般クレーンが使えない。重量物の運搬にはガントリークレーンを用いた。地中壁の深さ35メートル、鉄筋かごは単体では無理なので現場溶接でつなぎ5本を一体として挿入した。コンクリートの打設。連続地中壁は地下構造の壁ともなる。作業スペースの狭さには常に悩まされた。海側連続地中壁の施工はその一例である。一般交通への配慮から道路側に防壁を設け、その中で作業を進める。両大石橋進入路の真下も狭い。さて、5本の電流線、このうち3本をいつも使える状態にしながら真下の地下工事を進める。その工法をどうするか。まず1と2の電流線だけを停止撤去し、連続地中壁を設けた後仮受けの支持杭を施工する。その上に仮受け台、高下駄を設ける。そこで芯1番を生かし、同時に3番を停止する。同様のサイクルで芯3番までを作り、4、5番は永久廃止する。支持杭で支えていた荷重は後で2段のスラブに受け替えられる。電流線を支える支持杭の索高、支持層までの深さは16メートルである。エッジ型鋼の挿入。電流線1本の荷重は2列の支持杭によって完全に支えられる。モルタルを充填する。支持杭の上部に鉄筋コンクリートの仮受け台を作る。仮受け台の上に乗せられた鋼下駄、
レールも敷設され、線路切り替えを待つばかりとなった。分岐点の準備も完了。切り替えの夜を迎えた。夏の暑い盛りである。昭和54年8月1日午前0時切り替え作業が開始された。文字通りの人海戦術である。一夜のうち本線に一番電車が走るまでに分岐点付近の3番線を撤去し、新一番線を生かさなければならない。この夜200名の人員がここに投入された。架線や信号機も切り替えられる。刻々と夜明けが近づく。午前4時、作業完了。新しい一番電流線に初めての電車を迎える。工事の第二の難関、それは両大石橋を支えている橋台と橋脚の処理である。橋を完全に仮受けしながら地下掘削を進め、新しい基礎に受け替える技術がこの工事のポイントとなる。まず橋脚だが、これにはアンダーピンニング工法を用いる。最初に各橋脚の周囲に4本ずつの支持杭を施す。その上に橋脚と一体となる梁を作って乗せ仮受けしておく。そして後に地下工事が進んでから最上段スラブに受け替える。各橋脚の周囲4箇所をまず新速掘削、この中に支持杭を施工する。施工された支持杭にセットされたジャッキ、この上に橋脚に密着するよう鉄筋コンクリートの梁を設けるのである。梁を橋脚と一体とするため、橋脚にボーリングして PC 鋼棒を入れ、いわば縫い付ける形で施工する。鉄筋も橋の重量に十分耐えるものでなければならない。梁のコンクリートを打設。コンクリートが固まったところで橋脚と梁を貫く PC 鋼棒を緊張する。荷重受け替えのジャッキアップ作業が実施される。
橋脚が受けている荷重を今までの基礎から新設した指示組に受け替えるのである。はい、ただいま 80% の5分経過です。一方、橋台はどのようにして受け替えるか。橋脚と同じように周囲に指示組を施し、その上に橋台を取り囲む形で鉄骨櫓を設ける。その櫓に橋を受け替え橋台を壊す。この櫓は最上段スラブに一時受け替えておき、後で新しい橋台を作る。橋台を囲んで指示組が施工される。古い橋台をボーリングし、貫通した穴に横張りを入れて櫓の強度を確保する。櫓基礎が完成したところで両台しばしの重量を受け替える。そのジャッキアップ、周囲を覆い古い橋台を壊す。この橋台は昭和初期に作られたもの。頑丈一点張りで重すぎる。埃など周囲への影響を避けるため周りを覆い、さらに手作業を主体としたため多くの労力をかける作業となった。橋脚の現場では一時掘削が進んだところで再び橋脚の受け替えが行われた。今度は18本全ての橋脚を一斉に均等な配分で支えるためのジャッキアップであり、大々的な作業である。古い大きな基礎は後で壊される。昭和55年に入って電流線は全て仮受けされ、新しい3本の電流線に生まれ変わった。その電流線の下、地下では指示組の林立する中で早くも掘削が進捗している。掘削およびスラブの構築は坂巻工法によって進められた。ここでの坂巻工法はまず一時掘削したレベル、つまり2段目スラブのレベルから新素工法によって最上層スラブまでの柱を入れ、あとは掘削の進捗を追いかけてスラブを構築していく。5段目6段目は順巻工法である。
指示組など柱が多い。ブルドーザー、ユンポなど建設機械は小回りの利く小型のものを交えきめ細かく対処した。総掘削土量は20万立方メートルにも及ぶ。ずり出し設備の処理能力は1時間あたり20立方メートルである。ずり出しプラントは校区内5カ所に配置され能率を上げる。ゲートではダンプカーの通過を自動的にチェックし、運行の配分や搬出量の積算を行うなど管理の合理化を図った。掘削作業が続く。空間が次第に大きさを表してくる。新素工事が始まっている。2段目のスラブの位置から30メートル下の支持層まで迅速掘削し、柱を入れる工事である。掘削口の直径 2.4 メートルないし3メートル。この新素の本数は84本に上る。その大部分が電流線を支えている支持杭のすぐそばである。万一掘削口が崩れでもしたら電車が傾くという事態にもなりかねない。試験を重ね、対策を練り、作業は十分な慎重を期して実施された。新素の最下部にコンクリートを打つ。アンカーフレームが入れられ、底板に据え付けられる。鋼製の円柱を入れ、アンカーフレームに固定する。これは完成時の柱となるもので、非常に高い精度が求められている。新しい柱によって確実に支えられたスラブ。このスラブに電流線の荷重が受け替えられ、役割を終わった仮受けの支持杭が切断される。絶え間なく進められる掘削作業。スラブの施工には初めてのスライド型枠を用いた。横幅いっぱい、長手方向30メートルを単一とした上下スライド方式の底型枠である。掘削に応じて下端に設けた切り張りを順次潜行させながらスラブの施工を進めるので、
掘削を休める必要がなく、極めて効率が高い。そのスライド型枠の上に鉄筋を組む。一気にスラブコンクリートを打つ。下から見たその型枠、はい、はい、準備 OK です。スライドダウン、全体を均一に下げるため、スラブの上に20機のジャッキを配置し、型枠を一斉に吊り下げる。その集中コントロール、この工法はこの現場のために開発したもので、画期的な工法として各方面の注目を集めるところとなった。もう一つ特殊な工法を見よう。この工区の一部には最下部で切り広げを行うところがある。ここに用いられた水平交換工法は、横一列に交換を圧入し、これを天井として下を掘り下げる工法である。油圧ジャッキで押し込んだ交換の列、この水平交換を天井として下の掘削が行われる。地下工事は上層から下層へと進み、今や大詰めを迎えている。土木事業の重要な一面は、一言で言えば自然条件、環境条件との対決であると言っても過言ではない。そうした意味で新幹線上野地下駅北部の現場条件は非常に厳しいものであった。上に電車があり、橋があり、作業スペースの狭さがあり、しかしそうした環境条件は都市地域の工事においては避けて通ることはできない。きめ細かい対応と高度な土木技術はそれを克服する要となるだろう。6年余りの歳月をかけて勝ち取った地下30メートルの巨大な空間は、ここに結集された多様な土木技術の集大成に他ならない。昭和58年12月、空間はその全容を表した。東北新幹線上野地下駅北部の成果は、今後の地下工事への確かな可能性を示したものと言ってよいだろう。